納豆嫌いでも構いません。ほんまに構いません。でも、はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいな血液がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、僕のね、好きなものリストっていうのがあるんですけども、そのね、中でもその牛乳に並ぶぐらいに納豆が大好きなんです。それがあるからなのか、最近よく納豆というフレーズをね、目にしとか耳にね、します。まあ、先日でもそのラジオを聞いてたんですけどもね、それでも納豆の良さを語っているラジオ のパーソナリティの、ね、方がね、いらっしゃいました。まあ、それと同じ日だったんですけど、たまたまね、その僕の職場のオーナーがね、ブログで、アメブロなんですけどもね、納豆についてお話をね、熱くされてたんでね、まあ、その一部をね、紹介させていただきます。まあ、勝手に紹介するんですけど、許可も得てないんですけど、まあ、いい話するんでね、決して怒らないとは思うんで、まあ、今からね、紹介させていただきます。あ、マスクします。すいません。納豆のすすめということでね、夜納豆は美肌にも効果的ですとね、記されてました。人の成長ホルモンというのはね、夜寝てる間に作られますが、納豆に含まれるアルギニンという物質が成長ホルモンの働きを助けてくれるのです。アルギニンはアミノ酸の一種で、コラーゲンの生成を促進してくれます。お肌のゴールデンタイムね、10時から2時ですね、にその成長ホルモンをね、活性化してコラーゲンを増やして美肌へ導いてくれるのです。あとその他にもこんなことが書いてましたね。血液がサラサラになり血圧を下げる、さらに血栓まで溶かすことができる、さらにカルシウムの補給、熟睡効果、骨や歯の形成と、この3つなんて今の僕にぴったりじゃないですか。ねえ。まあ、毎日食べてますけど、まあ、なかなか血液の数値というものはね、下がりませんが、まあ、これはね、免疫抑制剤の問題なのでね、まあ、しゃあないですけどもね。まあ、そしてこんなこともね、さらに書いてました。乳酸菌やビフィズス菌などのですね、有用菌の増殖。まあ、健康なね、腸活ということですね。腸が健康だと風邪をひきにくい。有害な菌の増殖を抑制、免疫力アップ、タンパク質やデンプンを強力に分解する、太りにくい体を作る、ビタミン B の合成を助ける、まあ、ニンニク、玉ねぎはね、ビタミン B1 を、ね、含むためにね、納豆に混ぜるのがすごいいいらしいです。でも納豆ってやっぱ最強ですよね、本当にね。まあ、その僕も熱く語ってますけど、まあ、どうしても食べられへん人はね、嫌いな人はね、しゃあないですけども、まあ、これだけ魅力がありますので、まあ、よかったらですけども、もうこれを機にね、食べてみてください。まあ、先ほども言いましたけども、有害な菌の繁殖を抑制、免疫力アップ、まあ、インフルエンザ、新型コロナウイルスがね、流行っている中でですね、まあ、これは今まさにね、取り入れるべきですよね。取り入れたいことですよね。先日、その関西でもね、新型コロナの肺炎になった患者さんがいてるとね、まあ、ニュースで報じられてました。まあ、手洗い、うがい、マスクでね、それはね、予防できます。そして今お話ししたように、納豆を含め、まあ、食事でね、改善もね、予防できます。ゆっくり体を休める時間を作るだけでも、その時間で体中の免疫力がね、予防に力を注ぎます。健康な体を作るということは、そういった細かいことのね、積み重ねなんです。まあ、野菜が好きな人は野菜を押すようにですね、僕は納豆が好きやから納豆を押します。まあ、これを見てくれてるあなたがですね、まあ、納豆嫌いでも構いません。ほんまに構いません。でも他にやれることがたくさんあるはずです。
まあね、いろいろ試していって自分に合う健康法をね増やしていきましょう。今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらったらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。